yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はね、久々にオフィスの方で撮影してるんですけど、あのね、いつも背景で元気がなかったねエバーフレッシュ君がですね、春が来てだいぶね復活をしてくれました。結構ねいい感じでね、これ育ってきてくれてるんじゃないかなと思います。いや、これはめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、で今日はね、何の話をしようかと言いますと、リモートワークとかね、仕事をする上で、必要なね、装備の話。皆さんもうリモートワークは慣れましたかね。もうだいぶね、もう3年ぐらい始まってから経つので、環境とかもね構築されてる方も多いと思うんですけども、毎日同じ机にね向かって作業するので、そのね、カスタマイズというか、そのセッティング次第で、効率がね大きく変わるってことあると思います。そんなリモートワーク、もしくはねデスクワークの作業に、これねめちゃめちゃ使えそうだなっていうアイテムがアンカーさんから新しく発表発売されたので、今日はねそれについてお話をしようと思います。それがこちらですね。ちょっと大きなね箱なんですけど、早速ね開封して試していこうと思います。はい、こちらですね。これがアンカー675 USB-C ドッキングステーションという名前のモニターの台にもなるステーションですね。いや、これはね結構ねいいんじゃないかなと思います。ちょっとねこれのね特徴を簡単にお話しすると、まず12の機能がこの中に1つのね台の中に集約をされているアイテムで、各種ポートがこの中に搭載をされていて、かつワイヤレス充電にも対応しています。かつこれ自体がね高さがあるので目線を上げることができて、姿勢がね良くなるっていうものですね。結構このモニター台使ってる方は多いと思うんですけども、そこにねこのハブの機能、ドッキングステーションの機能が一緒になった製品ってあんまりなかったりするので、それがね1つのアイテムで一本化できてしまうっていうのはねいいですよね。ちょっとねこれについて詳しく見ていこうと思います。まずはデザインのところから見ていくんですけれども、こんな形でね、この丸みを帯びたちょっと角丸っぽいですね、四角の形状の、台になってまして、この下が空洞で中にね物を入れたりとか、こうコードをね通したりすることができるっていうものですね。でサイドからもね配線がしやすいようにここにね穴が開いてます。そして正面から見て左側ですね、デスクに向かって左側のね手のあたりに位置するところに、これ各種ポートが搭載されています。まず USB-C のポートがここに2つついていまして、これはねどちらも USB3.2 のジェネレーション2なので、秒速でね 10GB まで高速でね通信ができる端子ですね、これが搭載されています。その隣に USB-A の端子が2つですねここに搭載をされていて、でこれありがたいですね、 SD カードスロットがついています。ここにマイクロ SD と普通の SD カードですね、このカードリーダーがついているので、僕みたいにこう動画編集をするとか写真をねよく現像するっていう方にはめちゃめちゃねありがたいポートなんじゃないかなと思います。でイヤホンジャックがここにあるので、有線でねイヤホンヘッドホンを接続したいっていう時にも対応できます。でここに電源のボタンがあるっていう形ですね。でこれが裏側なんですけれども、このね裏の部分にも実はこれ端子がねいくつか用意されてまして、ここに HDMI の端子、そしてこれ LAN ポートですね。でここにも USB-A のポートが1つと、あとは DC 電源ですね、専用のケーブルを使って電源を取るもの、そしてまた USB-C のポートが1つですね。先ほどのサイドと合わせて12個のポートがねこの中に搭載されてます。付属のケーブルは、USB-C のケーブルが1つと、あとはね、電源ですね、この AC アダプターがついています。電力かなり使うのでね仕方ないんですけど、この辺のね AC アダプターはね本当にこうもうちょっとちっちゃくなってくれたらねいいなと、こうガジェット使っててね本当に思いますよね。でコードはこの裏側にこのコードをね、巻き取る部分のねこのパーツというか機構があるので、設置する場所に合わせて、この長さをね調節することができます。である程度調節をしたら、この裏側の切り込みのところからですね、ここから背面に通してあげるっていうものですね。で向かって右側のこの部分にはですね、これワイヤレス充電のポートがついてます。 T に対応したポートで最大ね 10W までの出力ですねすることができます。急速ではないんですけども、じわじわとね置いておけば勝手に充電してくれるので、これがね手元にあるのはありがたいですよね。はい、こんな感じでデスクにね今設置してみたんですけれども、先に一つ謝っておきます。うちのオフィスがですね、このモニターがすでにモニターのね足を外してモニターアームでね吊りしちゃってるんですよね。
なので実際の仕様はこの上にモニター足があって上に載せる形なんですけれども、ちょっとイメージでね保管してもらえると嬉しいです。皆さんの想像力が頼りです。はい、でちょっとね見ていこうと思うんですけれども、こちらねこんな感じで設置をして電源をつないで今 HDMI ですね、 HDMI でこちらのディスプレイの方につないでいます。そしてこの裏側からですねこの USB-C のケーブル、ついてきたものを通してるんですけれども、これをですね僕の MacBook Air ですねつないでみようと思います。こんな感じでね、接続が完了しました。この USB-C の線1本だけでこの MacBook のね画面をこのねディスプレイの方に映すことができます。いやこれはねすごく快適ですね。充電も一緒にできるし、こんな感じでね画面も映せるっていうことで、一石二鳥のねハブだなと思います。この線1本だけつないだら、このままねこの MacBook のキーボードとトラックパッドで操作してもいいですし、こうやってねパタンと閉じると、クラムシェルモードっていってね、こっちの画面がメインになってこの閉じた状態でも MacBook ね操れるようになるので、その後はもうこのねパソコンをこうやってこのね、この台の下に入れてあげて、この、トラックパッドねキーボードとかこういった周辺機器で操作をすることが可能です。やっぱりこのクラムシェルモードは気持ちいいですよね。備え付けの Mac を使ってるような感覚でこの MacBook ね使うことができるので、すごいね僕も好きなモードなんですけども、これがね非常にこの台とね相性が良くて使いやすいですね。作業をね中断をしてちょっと手元で何かねしたいなっていう時はこんな感じでこの棚なのでねこの二重になってるので上にこの物を置いてこの手元でね作業するとかこういったことが、できるんですよね。シンプルというか、原始的なんですけども、やっぱりこのね、棚になってるのでこの上と下の空間をね使えるっていうのはいいところだなと思います。さっきねこのモニターをねスタンド外してアームで使ってますって話をしたんですけども、そういう場合はここの上のねゾーンが使えていいのかなと思いますね。スタンドをね上に乗せてちょっと目線を上げるっていう用途でもいいですし、こうね2階建てにして上のね階層をこんな感じで物置に使ってあげるっていう、2つのね使い方ができるなっていうふうに思いました。でこの右側にはねこのチーの充電ポートがあるので、こんな感じでスマホを乗せてあげればもうこれでねこんな感じで充電が開始されて、置いてるだけで勝手にねもう充電がされます。この作業空間の中にスマホの定位置ができるっていうのはありがたいですよね。スマホどこに置いたっけってね探すことも少なくなりますし、やっぱり線がないのでねすごくすっきりしますよね。一回一回ねこれ充電コードつなぐんじゃなくてここに置くだけで充電が始まるので、これはやっぱりね快適だなと思います。こんな感じでデスクの上で機能するステーションとしてね非常にこう活躍してくれそうなアイテムなんですけども、気になるポイントですね、僕がちょっと使ってみて思ったところねあればお話ししてるんですけども、僕が今回思ったのは一つだけですね。この SD カードスロットが今回ねついてるって話をしたんですけれども、これの規格がですね UHS-1 っていう規格なんですね。で大体ね最近のこう一眼レフとかの、カメラって UHS-2 っていうですね規格に対応してるんですね。でこの1と2でだいぶこの通信速度というか読み込みの速度が変わってくるんですね。特にこう重いね動画ファイルだったりとかこうローのファイルをたくさん扱うときには2じゃないとねなかなか時間がかかるんですけども、こちらのね、このステーションはUHS の1にねしか対応してないので SD カードの読み込み書き込みの速度は結構ね遅くなっちゃうっていうのがありますね。ここが UHS-2 だったら本当に完璧というかもう言うことなかったんですけど、気になるとかそれぐらいですかね。はい、というわけで今回はアンカーさんからね発表発売された、このね、台になるモニターの台になる、このドッキングステーションですね、こちらをちょっと触って感想をお話しさせてもらいました。基本的にはねすごく使い勝手いいと思います。このパソコンね USB-C 1本つないだけでこのねモニターにアクセスすることができますし、普段ねこうスタンド型使ってる方はだいぶねこの目線の角度が上がるんですよ。普段だったら、大体ねこの辺のところにね、モニターがあってちょっとねこの目線が下がる感じだと思うんですけれども、モニターの下にね足があると想像してもらってこのね、上に置くと大体これぐらいの高さになるので、だいぶねこの作業もしやすくなると思います。目の正面のところに視線が来るので、姿勢がね良くなってで作業をね長時間しても体を壊しにくいんじゃないかなと思いますね。でかつこれね台になってるのでこういった周辺機器を使わないときはねこの下に、しまっておくこともできますし、さっきみたいにですね2段使ってこう上下でね物を重ねることもできます。で普通だったらこのねモニター台の隣に、もう1個ねハブが必要になって、でそのハブに有線でいろんなものをね接続していくっていう形になるんですけども、これはこの台自体がハブになってるので、必要なときにね電源取りたいときとか SD カードね
読み込みたいときに、ここをね、サコメのところからアクセスしてあげれば、簡単にね、接続もできるっていうことで、かなりね、このデスクワークをね、効率化したい、環境を固めたいっていう方にはいいね、アイテムなんじゃないかなと思いました。個人的な宗教上の話をすると、本当はね、このデスクの上は何も置きたくなくって、まっさらにねしておきたいタイプなんですけども、逆にですね、こういろいろこういうのを置いてカスタマイズしたいっていう人にはね、すごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。はい、こちらですね、商品の詳しいリンクは概要欄の方に載せておきますので、気になった方はこちらの方見てみてください。かなりね、このデッキもいいし、質感もいいしね、いいアイテムね、出してくれたんじゃないかなと思います。これも結構また売れると思いますね。アンカーさんはね、この辺のこう勝負どころというかね、商売感がよく分かってるなと思いました。はい、こんな感じでね、このチャンネルモノグラフではこういったガジェットに関する情報だったりとか、インテリアのお話ですね、よくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの藤井でした。バイバーイ。